一時期枯れ線女子という言葉が流行ったように、若い女性の中には自分よりもずっと年上の男性、いわゆるおじさんを好きな女性がいます。そんなおじさん好きな女性にはいくつか共通する特徴があります。この動画ではおじさん好き女性の8つの特徴ということでご紹介していきます。あなたの周りにもこの特徴に当てはまっている女性がいるのではないでしょうか。あなたがもし若い女性とお付き合いしたい場合、適当に若い女性にアプローチしてみたとしても、相手が年上の男性が好きな女性でなければ効果は薄いでしょう。ですが、今回お伝えする特徴に当てはまっている女性にアプローチをすれば成功する可能性は高いかもしれません。ぜひこの動画を参考にしてみてください。それではやっていきましょう。特徴1、甘えたがりな女性。自分でテキパキと何でもこなすのではなくて、ちょっとしたことでも人に頼ってしまうような甘えたがりな女性。おじさん好きはそんな女性が多いようです。自分と同年代の若い男性だと対等な関係を求められたり、逆に甘えられたりすることが多くなります。ですが、年の離れた男性だとわがままを聞いてくれたり甘えさせてくれそうなので、おじさんばかりを好きになってしまうんです。あなたの周りの女性にも、あなたをすぐに頼ってきたり、ちょっとしたわがままを言ってくるような人っていませんか？もしいたらチャンスですよ。特徴に、普段から年上の男性と関わる機会が多い女性。年上の男性が多い職場で働いていたり、普段から年上の男性と関わる機会が多い女性。そんな方は同年代や年下の男性が子供っぽく見えてしまい、異性として魅力的に感じなくなってしまうことがあります。このタイプの女性は素敵な男性の基準が常日頃周りにいる年上男性になってしまうんです。そのため年上男性と比べると経験値や経済力が足りない同年代や年下男性では物足りなくなってしまい、恋愛対象として見られなくなってしまうんです。おじさん好きな女性と付き合いたければ若い男性には真似できないようなことをアピールしてみるといいかもしれませんね。特徴3、同年代の友達がいない女性。同年代の友達がいなくて、普段から年上の友人とばかり遊んでいると、余暇の過ごし方も自然と大人っぽくなっていきますよね。同年代の友人同士だと、カラオケや居酒屋での飲み会が定番かもしれませんが、年上の友人相手だと遊びの内容も違います。一度大人の遊びに慣れてしまうと、同年代との遊びは子供っぽくてつまらなく見えてしまい、自然と年上の男性が魅力的に思えるようになるんですね。特徴4、ファザコンでお父さんが大好き。ファザコンの女性、つまり自分の父親が大好きすぎる女性は、恋愛対象としても無意識に父親に似ている男性を選んでしまいがちです。お父さんみたいに甘えさせてくれる人が好き、お父さんみたいにスーツが似合う人がいいなど、内面外見ともに自分の父親に近い部分がある男性を好きになることが多いんです。父親と似ているということは年齢的にもかなり上の世代であることが多いです。なのでそういう女性は自然と年上の男性ばかりと交際するようになるというわけです。また逆に父親を大嫌いだったり、父親がいない女性も父親に対するコンプレックスを抱いているものです。そういった女性は年上の男性からの愛情を求めていることが多いです。若い女性と会話する際はさりげなく父親との関係性について探ってみてください。特徴5つ目は、経済的な豊かさを重視するということです。年齢が上がると世の中の大体の職業は収入が上がっていきます。つまり年が上であればあるほど比較的経済的に余裕があると言っても過言ではありません。お給料が少ないうちはあまりお金のかかる贅沢なデートはできませんよね。でも年齢を重ねてきたおじさん世代なら、若い世代よりもお財布に余裕がある人が多いです。あなたが若い女性と付き合いたいなら、絶対にデート代はケチってはいけません。それ以前に普段からお土産を買ってきたり、飲食代なども年下の部下にはおごるなど、気前の良さや懐に余裕がある態度を見せていれば、おじさん好きな女性の目には魅力的に映るはずです。特徴6、チヤホヤされることが好き。おじさん世代であれば若い女性をついチヤホヤしたり特別扱いしてしまうことが多いのではないでしょうか。チヤホヤされてお姫様のような気分を味わいたいと考えているのもおじさん好きな女性の特徴です。たくさん褒めてもらったり、女性の気持ちを優先してくれることを期待しているのでしょう。
おじさん世代の多くはほとんど若い女性を可愛がってくれるので、褒められたりチヤホヤされることが好きな女性は自然と年上の男性ばかりを好きになります。このタイプの女性にアピールするにはやはり相手を褒めるのが一番です。とにかく褒めて褒めていい気分にさせちゃいましょう。ですが一歩間違えばセクハラになってしまいますので気をつけてくださいね。女性の体型を褒めたりセクシーさや色気に言及してはいけません。褒めるときは相手のセンスや性格の良さ、仕事など内面に関することを褒めるのがいいです。特徴7、ステータスに弱い。年上男性好きの女性は男性の肩書きやステータスの高さを頼りがいがある、尊敬できると考える人がいるのも特徴の一つです。おじさん世代になると経験値が上がり役職に就いたり肩書きができたりと社会的地位は若い世代に比べて高くなります。人の上に立つ役職など高いステータスを持つおじさんは若い世代にとっては憧れなんです。若い女性にとって同世代にはない魅力の一つ、それがステータスの高さがあります。特徴8つ目は清楚系のファッションが多いということです。年上男性を好きな女性は派手な見た目をしていないことが多いようです。あまり派手すぎたり若く見られる見た目だと年上男性からは敬遠されてしまうと女性は考えているので、年相応あるいは大人っぽい身なりになるように気を使っている人が多いです。またおじさんに受けのいい清楚系ファッションをしていることが特徴です。若者に人気のスタイルや流行のファッションは避けて、おじさんにも好印象を与える清楚なメイクや髪型をしています。ですからあなたの周りの女性がおじさん好きかどうかを見極めるにはヘアスタイルやメイク、ファッションなどを見てみるといいです。はい、いかがでしたでしょうか。これで年上男性好きな女性の見分け方やアピールすべきポイントが分かったかと思います。最初にも言いましたが、若い女性の中にはおじさん好きな女性は一定数います。恋愛対象の好みは人それぞれ違うので、おじさん好きな若い女性がいても何の不思議もないんです。ただしおじさんなら誰でもいいというわけではありませんので、若い女性がおじさん世代のどんなところに魅力を感じているのか、ぜひこの動画を参考にしてみてください。